します。よろしくお願いします。お願いします。はいどうもシャロンです。今回なんですが久々に企画の動画です。いろいろあって先日ホストをやっているポケカ友達ができました。で冗談でねホストの体験入店歓迎だよって言われてはははははとか言って話してたんですけど、そこでひらめきました。僕の友達ってまあ僕がそうだから当たり前なんですけど、いわゆる陰キャオタクが多いんですよ。素材は明らかにイケメンなのに家でゲームとかカードばっかしてる原石がいるなぁと思いまして、パッと思い浮かんだのが壇ノ浦さん、ライバロリさん、ビエラさんの3人。この3人をホスト体験でバチバチのメイクとかしてもらったら一体どうなるかというね好奇心が抑えられなかったんで、怪しまれる前提ですけれども、ポケカの撮影したいんですよねとかあまりにも雑な感じで招集をかけたというのが今回の流れになります。それでは早速どうぞ。はい、というわけで本日はお集まりいただきありがとうございます。ちょっと今日はいろいろちょっとしたお願いもしようと思ってますので、よろしくお願いします。もう多分なんかうさんくさいあれだろうなとは思ってますよね。おおむね。おおむねね。何させられるんですか。まあでも想像ははるか超えてると思います。というわけで早速行きましょう。終わり向かってます。お待たせ。練習だ。ちょっと行こうか。そろそろ準備できてる。準備できてるよね。もう全然ね。じゃあ行こうか。はい。できてないっすよ。いらっしゃいませー。今日体験入店のサムネ。そうです、そうです。このサムネが何も聞いてないんですか。ポケモンカード、ポケモンカードみたいなもんなんで、これ。じゃあ、ちょっとご案内いたします。いや、しかもエグいけど。ありがとうございます。今日体験運転のもうコストを体験したいということで3名。いや、なるほど、なるほど。言ってました。言ってました、はい、もっとやりたいですよ。はい、やっぱ、はい、っ待ってよ、服装がちょっと、はい、もうちょっとでも舐めてますね。そうですね、ちょっとキャタピーすぎますね。キャタピーキャタピーすぎますね。キャタピーやったんや。さすがにこれじゃできないですか、接客は。そうですね、これじゃちょっとさすがにやっぱ俺らカードラッシュに揺られましたよ。人材派遣の仕事始めたんですよ。うさんくせえわ。じゃあまあまあ僕たちが、まあ、服をあの、まあ、貸し出しできるので、ただそれに着替えてじゃあホストになりましょう。もう一回ここからここからはホストにならないといけないんで、今日から着替えていきましょう。おお、ビエラさん、かっけえ。おお、かっけえ。かっけえ、マジで。あ、いい。マジでかっこいい。いつもと違う。いつもと違う。はい、そうです。もう、あ、だいぶホストになってきたんじゃないですか、お三方。めっちゃっぽくなってきたけど。すごい色やな。久々に仕事した。でも、ビエラさんに関してはもう、こんなん絶対着ないですからね。え、いけますか、もうこれ。結構いけますね。いける。じゃあもう接客いけます。もう接客いけちゃうんですけど、まあでもホストたるものやっぱメイクとやっぱ髪の毛のヘアメイクが必要なんで、実は予約しているんで。マジか。体験入店のやつらがもうダメである前提で予約してくれてる、うん、いやでもメイクなんか用意してくれて嬉しいみたいな感じだけど、でも俺ら無理やり連れてこられてるから。意味わからん感じになってきてるけど、まあ、一旦ちょっとその話はまあ置いといて、じゃあ早速ねヘアメイク行ってみますか。行きましょう。はい、どうぞ、こんにちは。かっこよくしてくださいって僕で言います。任せてください。ホストっぽく。はい、お願いします。お願いします。カナです、よろしくお願いします。じゃあ何でもいい感じですかね。メイクとかなんか要望ありますか。いや、俺はないっす。いや、本当にバチバチな感じでお願いします。大仏みたいになってるけど。ワークですか。ワークですか。違う。いや、一応違いますね。いや、全然衝撃の人物。そういうことにするのはこれから。さっきからダンノ浦がなんか莫大な評価を受けてない。すげえ褒められてない。笑顔も褒められてる。ハーフよし、笑顔よし、眉毛よし、ひげ薄いのよし。全部覚えてる、ちゃんと。ね、
年末あたりにはホストになってるかも。炎上したら坊主になるかホストやるかどっちかなんで。やばい一旦ちょっとね、かけ離れたね、なんかポストからさっきと全然違う、見てたと、あっちから見たのと確かにメイクもいい感じ、お待たせしました、めっちゃいい感じダンサーこっち向いて、こっちそういいよ、おお、やべえそういいよ、これサブちゃん撮れるよ、これちゃんとあめっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、うん、すごい、もっとキラキラしてて思う、おマスクお忘れなくて、かっこいい、いやマジでかっこいい、マジでかっこいいんだけど、ガチでいそうだな、ガチでいそう、強いね、おガチっすね、もうそこからよっさ違うかすごい、おガチ、ありがとうございます、あ決まっとるわ、これはやばい、これはやばい、ちげえわ、これ決まっとるわ、顔がちげえもん、いい整形、うわ、変だね、いい、いい、いいですね、キラキラしてる、あ、めっちゃ、やばい、全然、やばい、これやばい、全然ホストクラブの代表にいますよ、俺、あ、ほんまっすか、これやばいぞ、そのままかっこよくなった感じですね、正当強化みたいな、正当強化、正当強化、順当に振った感じ、素材の味をしっかり。じゃあ、いきますか、ありがとうございます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 、かっこいいもん、そもそもこの時点で誰この人やばい、あ、集合写真こう入れておーおーあ、じゃあ、片方、じゃあアロエさん、こんな感じで、ね、こう、こっち側に持った方がいいですあ、いいじゃないですか、めっちゃ座りパターンもできますよね、そうですね、うわ、いいっすね、いいっすね、座ろうか、座って OK でーす、 OK でーす、よろしくお願いします、今のネクタイです、うん、ありがとう、ね、この間指名してくれてすぐ来てくれたのびっくりした、ありがとう、ありがとう、よいしょ、この間もネクタイだったね、それは、ありがとうね、今日も来てくれた、こちらこそ、いただきます、うん、知らせたいことが一個あって、うん、最近ね、新人さんがいたの、そう、で、一回ね、お話ししたんだけど、なんかね、僕のこと気に入ってくれてるみたいで、あー、そうなんだ、上下白じゃない、うん、上下白なんだよ、その子も、へー、ちょっとね、お話ししてみてほしい、そう、かぶってる、いい、ちょっと今呼んでもらって、うん、スターバースくん、はい、来て、来た、そう、スターバースくん、対戦よろしくお願いします、どうぞ、スターバースです、対戦どうぞ、ねえ、僕ちょっとさっき内勤さんに呼ばれてたからちょっと待ってて、うん、そう、僕がいない間お話しして、うん、お願いね、はい、こっち来て、また戻ってくる、でも可愛いね、すごい、ゆうちゃんの餌とか思った、え、あ、ごめん、ツツジの方がよかったな、え、ちょっと、なん
って言ってると聞こえなくて。あ、そっか、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと早くて。あ、そっかそっかそっか、ごめん。いや、ちょっとルチャの SR みたいだなって思って。先行ここはじゃんけんで決める感じで大丈夫かな。難しい、いいですよ。いい、はい、最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ。あ、じゃあ先行いただきます。目見ると分かるんだけど、リセットスタンプ打ってる。多分さ、やっぱなんか悩みとかあるんじゃない。俺結構ね、いろいろ相談受けたりするんだけど。本当にボス何枚がいいとか、なんかやっぱあるんじゃない。じゃあちょっと気に入ってもらおうかな。あ、先生、俺でよければ。丈太郎くん好きでここに来てるんだけど、クラブの人を好きになるのは難しい。あー、まあ結構それは打開寄りだね。戦にボスアルセウス取られてるぐらい厳しいわ、状況としてはね。まあでも人生って裏工作みたいなもんなんだよ。わかるかな、あ、ちょっとね、伝わりづらいかもしれないんだけど、やっぱり誰しも心にいただけぬ雪道を持ってるっていうか。でもそれはデッキに1枚しか入ってないんだよね。ちょっと伝わりづらいかな、まだ。あ、そっか、お待たせ、ありがとう、お話しして戻ってて。あ、大丈夫ですか。もう、なんか内勤さん呼んでたから。わかりました、ありがとう、助かった。大変ありがとうございました、頑張ってください。ただいま。どうよ、帰ってきてくれてよかった。何話、なんか変、めちゃくちゃ今戻ってくるときね、顔色が、あれと思ってた。何話してた、何言ってるか一つも分からなかった、もうチンプンカンペンだった、意味が分からなかった、もう聞き取れなかったし、大変だった、ちょっと怖かった。ごめん、あー、ちょっと後で言った。今戻ってきたから、もう一回改めて乾杯しよう、うん、ありがとう、乾杯。お客さん、ご来店です。どうぞ。今日何してたの。今日は、何もしてなかった。何もしてなかったの、ここに来たんだよね、そうだよね、ありがとう。そういえばね、すごいね、かっこいい新人くんが入って、ちょっとふうこちゃんに紹介したいんだよ。あ、そうなんだ。ちょっと後で呼んでもいい。ぜひ呼んでほしい。ちょ、残月くん。はい。あ、いい返事。今日から入った残月くん。はい、ザッケスと申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してるみたいです。あ、うん、じゃあちょっと忙しいから乾杯だけして、あとザッケスからお願いしていい。あ、わかりました。じゃあとお願いね。はい、お隣に座ってもよろしいでしょうか。あ、どうぞ。よろしくお願いします。あ、お名前。あ、名前は冬子って言うの。あ、冬子ちゃん。冬子ちゃん。あ、冬子ちゃん、はい、僕が飼ってる猫と一緒の名前です。あ、ん、冬子ちゃんって名前なんですか。あ、まあ、似たような感じの名前、はい、そうなんだ、はい。あ、ポケモンとかって好きですか。ポケモンピカチュウとか。あ、ピカチュウ、あ、ピカチュウ好きなやつ、大体リア充。あ、リア充。あ、違いました。リア充かも。あ、リア充ですか。あ、やっぱ、合ってました。よかったです。冬ってわかります?あ、ポケモンの特性、冬。あ、冬、知らない。冬、地面タイプの技が当たらないんですけど。なんか、冬っぽいですね。なんか、ふわふわしてる。あー。はい。あー。なんか、自由みたいな、素敵だなと思います。ありがとうございます。あ、はい、結構です。あ、残月くん、ありがとう。はい、はい、あ、いいよ、あ、大丈夫ですか、ちょっと呼んでたから。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、またね。ただいま。大丈夫だった。かっこいいでしょ。なんか結構不思議な感じの人だね。そうか、なんか言われた。なんかポケモンの話すごいしてきて、なんか冬だねみたいな。冬だね。ちょっとよくわかんない。よくわかんなかった。お客さん、ご来店です。いらっしゃいませ。こちらお願いします。どうぞ。
ていうか、ゆさちゃん久しぶりすぎるよ。ごめんね、遅くなって。寂しかったよ、ずっと、マジで。ちょっと忙しかったの。忙しかった、仕事。その仕事忙しかった。頑張ったってことじゃ。そう、なんか久しぶりにね、可愛くしてきた。あ、めっちゃ可愛い。いいね。でもそんな、やっぱ頑張ったね、ゆあちゃんに。俺すごい紹介したい人、もうすごいイケメンの新人を採用したのよ。めちゃくちゃ話してみてほしいから、じゃあ先ちょっと乾杯してから、じゃあその子呼ぶね。じゃあ楽しみ。いやマジイケメンなのよ。レンジ君が選んだ人なら間違いない。間違いない、俺が選んだんだもん。だって楽しみ、楽しみしてて、俺も楽しみだからさ、ゆあちゃんが喜んでくれるのを。じゃあちょっと先乾杯で。じゃあいただきます。お疲れ様。お疲れ。じゃあちょ新人の子呼ぶね。ペガサス。はい、はじめまして、ペガサスです。はじめまして。はじめまして。じゃあちょっと俺もう内勤に呼ばれてるから、じゃあちょっとペガサス君さ、ちょっとこっち、うん、座ってもらってもいいかな。はい。じゃあちょっと待ってね。お願いします。はじめまして、ペガサスです。はじめまして。かわいいね。ありがとう。名前なんていうの。ユアです。ユアちゃん、今日はよろしくね。よろしくお願いします。今日ね、初めてホストやるんだけど、初めてのね、お客さんがゆあちゃん。そうなの。うん、前のお店とかもないの。いや、初めてだ。初めて。そう、僕ね、ポケモンの世界大会で優勝したことがあるんだよ。おう、うん、世界大会っていうのがあってね。うん、ポケモンの。そう、それでホストでも、まあ、世界一取っちゃおうかなって。おー、思ってるんだよね。すごい、夢大きいね。うん、いやまあでもポケモンも世界優勝しようと思って、まあ、すぐ達成しちゃったから、ホストもまあ 1,2 秒なんじゃないかな。え、じゃあ、うん、ホスト世界一目指すペガサス君。うん、じゃあ面白い話して。面白い話か。そうだね。あ、そうだ、今朝ね、枕元見たらバグレベルにが落ちてたんだ。そう、まあ、僕の考察によると、まあ、めちゃくちゃバグレベルに寝相が悪かったか、まあ、それか僕の家に妖怪チラシが住み着いてるかの、どっちかかな。どっちだと思う。うーん、どうだろう。そっか、まあ、難しいか。まあ、僕の世界一レベルの、まあ、会話に女の子、まあ、ついていけるかっていうのも、まあ、これからホストやる中で見極めていかないといけないかな。他の面白い話か。そうだね、僕29歳なんだけど、うん、まだ漏らしたことないんだよね。すごいね。すごいよね。まあ世界一になるにはまあこれぐらいは当然かな。あ、ごめん、お待たせお待たせ。あ、ペカサス君。はい。もう一回抜けちゃって、ちょっと大丈夫だよ。またね。ありがとうね、ちょっと広く広げて、はい、楽しんでいてね。え、ルアちゃんさ、どうだったペカサス君。え、今日どうしたの、なんか元気ないけど。レンジ君が、うん、採用したんだよね。うん、もう採用した。イケメンだったでしょ。確かに。え、どうした、何か、何、え、ピカサス君何されたの。え、なんかずっと下品な話。ずっと下品な、ピカサスが、うん、ずっと下品な話を、うん、おい、ピカサス